宮城県の仙台駅に来ています。皆さんこんばんは、楽天イーグルスパリーグ優勝おめでとうって書いてありますね。夜ですね、夜だからこんばんはと挨拶をしてみたわけなんですけど、見てる人がね、見てる時に昼なのか夜なのかその辺はちょっとね分かりませんけども、とりあえず自己中心的に、こんばんはですね。2010年の、12月に、歩行動画仙台編ということで、仙台は歩行動画を撮影したんですけども、その時確かね朝の9時ぐらいだったのかな。なんかまだ朝も早いうちで、あんまりこうなんていうのかな、街が賑わってない時間帯だったんですよ。だから今回はね夜の仙台をちょっと、撮影してみようかなと思ってるわけなんですけども、駅前のね、歩道橋からこういうふうに、下界を見下ろしてるんですけど、仙台駅前はこういうふうにこう歩道橋がね、歩道橋にこう人が誘導、なんていうのかな、集まるようなそういう仕組みになってるんですよね。でタクシーがやたらと多いんですよね。以前も歩行動画で行ったんですけど、仙台駅前ね、タクシー乗り、なんかね、タクシー乗り場がなんかさ、駅舎側に行ってて、バス乗り場がね、奥にあるっていうのは、それいかんでしょってこと言ったんですけど、やっぱりね、何度来てもそれ思いますね。タクシーよりもバス優先してほしいなと思うわけですよ。タクシー多いでしょ、絶対。これ宮城交通ですね。宮古バスと宮城交通はどう違うんでしょうか。今こうやって歩道橋から降りていくわけなんですけども、歩行動画仙台編でいろいろぐちゃぐちゃいろんなことを喋りながら歩いたわけなんですけど、なんかさ、コメントでニコニコ動画のコメントで、なんか私が仙台をバカにしてるっていう風にね、なんか批判してした人がいるんですけど、バカにしてないですよ。なんかさ、旅行番組じゃないんだから、目の前の風景で景色でいいと思えばいいって言うし、悪いと思えば悪いって言いますよ。そういうものですよ、歩行動画は。だからこういうのって良くないよねって思えば良くないってはっきり言いますよ。それは別にバカにしてるわけじゃないからね、別に。それでですね、アーケード街が駅前からあります。なんだっけな、名前なんとか、なんだっけな、なんとか町っていうんですよね。なんだっけな、名掛町だっけな、ちょっと読みがわからないんですけど、駅前のねアーケード商店街ですね。やっぱりね、道幅が広すぎる。どう見ても広すぎるでしょう、これ。もっと狭い方が、なんか窮屈で、なんかごちゃごちゃとして賑やかな感じになると思うって、それも前も言ったんです。そしたらまた批判する。別にいいんだけどさ、別に。いくらでもね、いくらでも、バカにすればいいと思うんですけど、こうやって呼び込みのね、人が立ってますよね。呼び込みというか、宣伝というか。そしてパチンコ屋か。私は大人の遊びとかそういうのね一切ねしませんから。そういう世界を知らない人ですからね、番長清原。あれか、野球の人か。なんか今さ、楽天がパリーグで優勝して日本シリーズやってますよね。巨人と楽天で日本シリーズ。なんかね、別にそんなに私は野球に興味があるわけじゃないんですけど、なんか楽天が勝ち越してるらしいです。2勝1敗だったかな、昨日の時点で。前回の歩行動画仙台編と同じところを歩いてるわけなんですけど、しょうがないんですよね。仙台っていうとアーケードぐらいしか見どころがありませんから、
いや、フライングでしょ、これ早すぎるでしょ。ちゃんとルールは守りましょう。で、これさ、あのね、以前も感じたんですけど、青信号が点滅してから赤になるまでの時間が短いんですよ。まあ、今そんなことはないんですけど、青で進入してもその横断歩道に、進入した直後に点滅し始めると渡りきる前に赤になりますよ、これ、ちょっとあのね、あ、信号機ね、ちょっとだけ設計ミスしてますよね。で、ハピな名掛け帳っていうのかな、名掛け帳でいいのかな、名掛けですかね、読みがわからない、なんかね、やっぱりね、あの道幅が仙台っていうのは非常に広いですよね。盛岡と比べればわかると思うんですけど、盛岡って広い通りとかあんまないじゃないですか。ないんですよ。もう仙台ってね、広い通りがね、すごく多い。もう幹線通り、青葉通りとかさ、なんだっけ、常禅寺通りとかね、そういうのもそうなんですけど、アーケードでさえもこうやって道が広いですからね。で、アーケードの続きなんです。ここからクリスロードなんですよね。さっきの大通りで区切ればいいんですけど、ここからクリスロードといって、このアーケードの歩道にこう木が生えてますよね、そして木の、足元にこうやってベンチがね、まあ、こういうのはおじいさんおばあさんが座ったりするようなね、地産地消市場だって市場ですかね、石巻産進化機、宮城県で採れたものを宮城県で食うという、非常に効率の良いことを推奨しましょうみたいな感じですかね。楽天のユニフォームでしたね、なんか掲げられてますね。しかも斜めでなんかかっこいいですよね。普通にぶら下げるよりもやっぱり斜めにすると俺たちはやるぜみたいな、そういう感じがすごい伝わってきますよね。優勝おめでとう東北楽天ゴールデンイーグルス。なんかさ、仙台でも、仙台はなんか確かに楽天のイーグルスは来たんだけど、なんか北海道の日本ハムほどなんかファンが定着してないっていう風に聞きましたけど、どうなんですかね。なんかもともと東北地方には野球の球団はなかったんで、なんか巨人のファンが増えちゃって、なんか楽天が来たけど、でもあんまり楽天ファンがね、増えてないみたいなことを、まあ、これから増えるのかもしれませんけど、どうなんですかね。まあ、私は東京に住んでますけど、別に巨人が好きではないですし、巨人が好きだっていう人もあんまり周りにはいないんですけどね。なんか友達で西武ライオンズが好きなやつが一人と、あとそれからヤクルトが好きなやつがいますよね。巨人が好きだっていうのはあんまりいないんですよね。で、うちの父親、まあ、死んじゃったんですけど、中日が好きでしたからね。大英がありますね。大英。なんか最近だとあんまりこう、存在感が薄くなっちゃったスーパーですけど、大英仙台店があります。さっきからこれドラッグストア多いですよね。ドラッグストア。ドラッグストアっていうのはね、ドラッグを買うんじゃなくてね、お菓子を買う場所なんですよね。お菓子が安いんですよ。自転車の店か。まあ朝よりは随分にぎわってはいますけど、でもなんかもうすでに閉店しちゃったお店も多いですから、やっぱり
一番の盛りは午後6時ぐらいですかね、7時、あ、5時、6時ぐらいですかね。今午後8時ぐらいなんですよ。ちょっともうすでに店じまいの店も、そしてクリスロードですよね。で、信号が青なんですけど、ちょっと検証してみたいんですよ。つまりですね、今青信号じゃないですか。で、こう入りますよね、横断歩道にね。で、この辺で一回止まるんですよ。で、途中でこういう風にね、渡ってる途中にこうやってこう点滅し始める。で、私は普通に歩い、あ、ほらほらほら、おかしいでしょこれ。早すぎんだよちょっと。いや、私はあれですよ、人よりも歩くの早いですからね。大町商店街ですね。大町商店街になります。言っときますけど、今のは違反じゃないですからね。青信号で進入した、しましたからね。で、途中で点滅したっていうのは、それは別に何の問題もないわけですよ。点滅だったら、点滅してる時に渡り始めてはいけないんですね。皆さんご存知かと思いますけど、だから青で入ったら赤になる前に渡り終えるように信号は作らなきゃいけないはずなんですけど、他の人よりもはるかにね、歩くのが早い私が、点滅してる間に渡りきれなかったじゃないですか。明らかに設計ミスですよね。仙台の非常に悪いとこですよね。これ事実言ってるわけですから、バカにしてんじゃないですよ。そうただそういう意味で仙台市は最悪なわけですよ。最悪でしょ。この辺になってくると、人通りも少しまばらになってきますね。やっぱりね、ちょっとね、もう少しね、道幅狭くていいんですよ。そして大町のアーケードもここで終了ですね。しかしね、仙台のね、商店街は結構奥が深くて、これで商店街もう終わっちゃうわけじゃないんですよ。左右にまた分岐するんですね。ですね、こっちは、2つあるんですけど、こっちはちょっと名前がよくわからないんですけど、左側がサンモール一番町ですね。サンモール一番町商店街、また商店街が始まるんですよね。なんかクリスマスじゃないですけど、なんか飾りっていうかね、電球がついてますね。人工的な木の実みたいな感じですかね。あ、なんか作業してますね。一生懸命木に明かりをつけてますよ。ほらほら、ね、ご苦労様です。サンモール一番町の景色を盛り上げるためにやってるんですよね。結構なんか豪華ですよね、景色がね。ここはなんか工事中ですね。サンモール一番町が生まれ変わります。いや、生まれ変わらなくていいと思うんですけどね。別になんかさ、こう開発ってどんどん変えちゃうのもどうなのかな。あ、東西線の駅ができるんだ。一番町駅建設。ああ、そっかそっか、そうですよね。仙台市営地下鉄って今は南北線だけなんですけど、なんか東西線のなんか東西線の建設してるんですよね。だからさ、仙台市って北区とか南区とかないじゃないですか。なんかそういうなんか区の名前にしちゃうとつまんないから、青葉区とかさ、宮城の区とかね、
そんな感じでこうちゃんとこうあの味わいのある区の名前をつけてるじゃないですか。だったらさ、地下鉄もさ、東西線南北線じゃなくてもうちょっとさ、もうちょっと味のある味のあるなんか横丁があるの、文化横丁だって、文化の香りがする文化横丁、札幌ビール、仙台ビールじゃないね、札幌ビール。うん、地下鉄の路線名ももう少しこう工夫したらどうなのかなと思うんですけどね。いやまあ飲食店街ですよね。店内からこう笑いが漏れる文字もあって、黒板とかね、源氏だってもし源氏が負けてたら源氏じゃないのかな、平家になってたのかな。比内地鶏鳥っ子、仙台にも比内地鶏のお店があるんだ。あ、でも東北っていうくくりもなんかあんまり実感としてないんですけどね。なんか頑張ろう東北とか言うけどさ、別にさ、東北地方というか仙台市はさ、東北の中心とか言ってるけど、東北の中心じゃなくて宮城県の中心ですよね。59分でいいんだってさ。こんなとこでもタクシーの客待ちをしてるんですね。でですね、いろは横丁って言うんですけど、これがね面白いんですよね。このこれね、本当にあの狭いアーケード街で、まあ、飲食店街なんですけど、これ以前も歩行動画で撮影しましたね。これね、やっぱ夜に来てみたかったですね。今日はなんか匂いがいいんですよね。なんかね、なんていうのかな、なんかこう商店街なんだけど、なんか一つの家の中に入ってきたような、そういう感じの匂いがするんですよね。ただでもやっぱりまっすぐなんですよね、道がね。仙台は本当にこう道がね、縦横こう整備されまくってますよね。なんかこう整然としてますよね。盛岡と比べると全然違いますね。まあ盛岡と比較する理由もないんですけど、ただなんとなくこう比較してしまい、盛岡はなんか雑然としてるじゃないですか。狭い道も多いし、曲がりくねってるし、広い、なんていうのかな、なんかこうごちゃごちゃしてるんですけど、仙台はこう整然としてて分かりやすいけど、やっぱり反面ちょっと味わいに欠けるところがやっぱりありますよね。これなんかこういうね、なんかこう狭い入り口とか多いんですよね。でさっきの商店街なんだっけ、サンモール一番街かに戻ってくるんですよね。でね、サンモール一番街の商店、一番町だ。でいろは横丁でですね、いろは横丁っていうのは非常に味わい深い商店街なんですけど、こっちにもあるんですよこっちにもあってね、二重構造になってるんですよね。ふれあい商店街、いろは横丁、だから一本道じゃないんですよね、二本道なんですよ。その辺がやっぱりこう、なんていうの、簡単にはこう散策が終わらないというかね、こうなんていうのかな、こう単純、なんていうのかな、なんていうの、ちょっと懐の深さっていうのかな、そういうのがありますよね。ち
でなんかハロウィンの、うん、しかし桃色っていうのはあんまり見ないですね。稲毛屋、あーなるほど、木村商店、うん、でなんかねトイレが多いんですよねこの辺りね、うん、前も言ったんですけど、前の歩行動画でもさ同じこと言いましたけど、トイレがやたらと多いんですよね。やっぱり食べどころ飲みどころが多いからだかな。うん、ヨウだって、あ、はるか、ヨウよりもインのがなんかいいと思うんですけど、うん、これなんか怪しい店が、なんだこれ、ビューティーサロン中央だって、あーなるほどね、駐輪はご遠慮ください、うんうん、居酒屋とかね、夜さ来い、うん、来い来い、夜が大好きなんですねこの店主さんは。やっぱり夜は街の明かりがこうきらびやかにこう輝くから夜が恋しいっていう、うん、ドライフ、あのさ、あの昼間も実は来たんですけど、こう単純に飲食店街ってだけじゃなくて、なんかドライフルーツのお店とかもあって、結構なんていうのかな、結構上品なね、あ、東北発とか出ますね、東北発ドライフルーツ専門店、うん、まあそんなわけでね、いろは横丁も終わりなんですよね。いろは横丁抜けた先が幼稚園なんですよね。そしてね、大人たちの遊び場を日々見ながら育つ子供たち、学校法人ソネント学園だって。まあ、そんなわけで今回は2番煎じの歩行動画仙台編ですね。まあ、そんなに目新しいところなんか全くなかったと思うんですけども、まあ、とりあえずね、あの夜の仙台を、ご紹介いたしました。